どうもこんにちは、メタルゾンビチャンネルの渡辺です。今回はですね、こちらの、エディターキーボードのですね、お話をしたいなと思うんですけども、ちなみに今ですね、11月19日の今深夜12時55分ですね。ちょっと立て続けにですね、2本アップして、でちょっと間隔空けてアップしようかなと思ってるんで、多分この動画はですね、多分お昼ぐらいにアップされているかと思います。で、このエディターキーボードの話なんですけども、最近ですね、ずっとこのエディターキーボードを使ってやる仕事を、結構やってたんですね。で、それがですね、普通に今まで通りですね、エディウスの方に戻ろうと思った時に、ちょっと戻れなくなってしまったっていう話をですね、今回したいなと思います。どういったことかっていうと、今月ですね、11月になってから、今ずっとコンサートの仕事をですね、やってるんですけど、カメラ13台のマルチカメ編集をやったやつをですね、今ダヴィンチリゾルブを使ってカラーグレーディングをやってるというような感じなんですけども、で、その作業の合間にですね、合間にっていうか、一回その作業を止めて、ちょっと急ぎでですね、メイキング映像を作らないといけないっていうことが今月すごく多くて、それが今月8本目ぐらいですかね。今朝、2本アップしたんですけど、それで8本目ぐらいですね。だいたい10分ぐらいの動画をですね、2本とか3本とかですね、今朝は2本アップしたんですけど、割とそういったものを1日でやんないといけないとかっていうことはですね、結構あります。で、だいたい5時間ぐらいの素材の中から選んで、10分ぐらいのもの2本とかですね、3本とかと。で、コンサート系のマルチカム編集は、今もエディウスがメインです。編集に関しては。で、エディウスで編集して、ダヴィンチリゾルブでカラーグレーディングするという流れが一番早いんで、そういうやり方なんですけど、メイキング映像とかに関しては、このエディターキーボードを使ってダヴィンチのカットページで編集するっていうのが、一番ちょっと早いなと思ってですね、このエディターキーボード、かなり活躍しています。で、主に何がいいのかっていう話なんですけど、このジョグダイヤルは当然として、ここにですね、ちょっと見えないと思うんですけど、左側の方にトリムのボタンがあるんですね。トリムの、イン、アウトっていうのがあって、要は、一つの、素材のですね、トリムインだったら、インのボタンを押しながら、このジョグダイヤル回すとですね、スタート地点を、こうやってスタート地点を変えられるんですね。で、トリムアウトってボタンを押しながら、このジョグダイヤル回すと、この後ろの方をどこまで使うかとかっていうのを決めることができるんですね。で、それで決めて、アペンドっていうところのボタンを押せば、もうトラックにですね、ボンと落ちて、で、使いたいところがどんどん並んでいくという感じなんですよね。で、とりあえずそれで素材並べました。で、今度最初から通して、その編集点とかですね、決めていって、うまく調整したりとかしていくときに、それもこのジョグダイヤル使って調整するわけなんですけども、で、その編集点がちゃんと、きれいにつながってるかどうかっていうのを確認するときに、例えばここに編集点があったとしたら、少し前から再生させて確認するってことをやると思うんですけど、それがですね、このエディターキーボードを使うと、ここの一つのボタンを押せばですね、数秒前に勝手に数秒前から勝手にもう再生されて、で、ある程度のところまで行ったら、また、元に戻ってくれるっていう、便利な機能があるんですね。なので、マウスとかで使って少し前に戻すとか、そういったことはいらなくて、で、その編集点の調整が終わったら、一つボタンを押せば、3秒前ぐらいとかからですね、再生してくれて、で、ちゃんとその編集点を確認できるということで、その切ってある箇所が多ければ多いほど楽なんですよね。確認作業というのが。と、そのトリムの作業、それでまた再調整になった時に、このトリムのボタンを押しながら、このジョグダイヤル回せばですね、どこでつなげるかっていうところもうまく調整ができるということで、で、これで慣れてしまったと。で、昨日ですね、
今朝方あげた2本の動画に関しては、もともと他の人がですね、編集をやっていて、でそれはエディウスでやってたと、うん、でちょっともう間に合わないということで、まあ、僕のところにちょっと回ってきたと、ちょっと納品が明日の朝ですということで、まあもうちょっと途中までやってあるということで、まあ、エディウスのプロジェクトで引き継いだんで、じゃあそのまま、じゃあエディウスでちょっと編集しようかなと思って、やったんですけど、やっぱこの最近なんかその、このキーボードに慣れてしまってるんで、なんていうんですかね、まあ今まではエディウスでもサクサクなんかもう編集やってましたけども、それでメイキングとかに関してはこっちの方がやっぱちょっと早いんですよね。なので、結局エディウスで編集してた、まあ途中までやってたんですけど、やっぱりダヴィンチでやりたいなと思って、AAF ファイルに書き出して、要はプロジェクトのデータをですね、ダヴィンチ用に変換できるんですね、AAF ってやつが。なのでそのプロジェクトデータ、途中までやったやつを、書き出して、で今度ダヴィンチリゾルブの方でそのプロジェクトを引き継いでですね、そのまま作業の続きをやったというようなことがありました。まあ、当然どのソフトであっても、まあ、やりやすいところとかやりにくいところ、またすごい、こっちにはこの、例えばエディウスにはこの機能あるけど、ダヴィンチにはこの機能はないと、その逆もあったりとかするわけですよね。なので、まあ、使い分けて、まあ、やるわけなんですけれども、メイキングとかに関してはもう、このまあ、キーボードですね、このダヴィンチのこのキーボードがですね、ちょっと便利すぎて、ちょっとまあ、エディウスに戻れなくなりましたという話でしたということですね。はい。ということで、まあ、今日はですね、これで終わりにしたいなと思います。今ですね、編集の話したんですけど、最近僕の中のトレンドでは、まあ、結構やっぱカラーグレーディングの、この前ダヴィンチリゾルブの、まあ、デモンストレーションを見てからですね、またちょっとカラーグレーディングのちょっとなんか、気持ち的にはなんか波が来てるなみたいな感じなんで、夜にですね、アップした、ピクシブファンボックスのですね、動画も、2本アップしたんですけど、両方ともですね、カラーグレーディング関係の話になってるんで、よかったらですね、ぜひチェックしてもらえたらなと思います。また、動画の説明欄とかコメント欄にリンクを貼っておきますんで、ぜひチェックしてもらえたらなと思います。ということで今回はですね、以上となります。